フレッシュという言葉とリラックスの違いをちゃんと分けないといけないと、うん、睡眠の方はもうリラックスというゆったり緩やかなっていうところがあるかどうかってところですね。9月になりまして、9月3日は睡眠の日なんですよ。そうなんですよ。ご存知でしたか？ちょっとこう失礼な質問かもしれませんけれども、9と3でしょ。そうです。ぐっすりなんですよ。本当にこれダジャレでついたんじゃんって思ってたんですけど本当にそうなんですよね。調べると僕が考えたんじゃないですか。はい、はい、びっくりしましたね。調べたらお偉いさんたちが集まってぐっすりじゃんっていう、はい、グッドスリープのぐっすりっていうのもあるらしいですけど、まあ、ちょっとびっくり。そうですね、はい、疲れがさらになんかちょっと疲れる感じが始まるんですけども、はい、まだ9月といっても季節変わり目の時期で、まだ残暑残る時期ですね。そうですね、まだ暑いですね。ちょうどこう8月のお盆休みがあったり、あと学生さんだったらお休みがずっと続いていて、生活が変わる戻る状況で結構疲れが出やすい時期かななんて。ただそうやっていろいろと活動的にされた、ちょっと反動が出るのが8月後半から9月になるかなということで、ちょっとこうしっかりと体をこれから秋に向かってメンテナンスしていきましょうというテーマで、今回はちょっとお話しいただこうと思います。その中で取り上げたのがセルフリラクゼーションだったり、こういった専門のお店についてちょっと体をトリートメントしましょうというような提案をしているんですが、どうですかね、体をリラクゼーションを行うっていうのは睡眠にとってはありでしょうか。そうですね、やはりリラックスする習慣がない人って案外多いですよね。寝る前に何かリラックスする習慣ってありますかって聞くと、ほとんどの人が特に気にしてないとか、うん、たまに旅行行くとか、それはリフレッシュかなみたいな、その日々のリラックスってなかなかこう習慣づいてる人って少ないなって僕は印象を受けるわけなんですけ ど、 睡眠って要はリラックスがポイントじゃないですか。それは多分皆さんも分かっていることだと思うんですけど、うん、じゃあリラックスする習慣練習をしておかないと、なかなか脳ってパッと副交感神経優位というリラックスモードに切り替わってくれなかったりするので、それを体に覚えさせるためにも、やはり定期的にこうリラックスをしに行くっていうお手入れというか、体をいたわってあげるっていうのは僕は有効だと思ってます。24時間周期でもちょっとこう体を一回ちょっとリラックスするタイミングを設けてもらうっていうような、そんなことでしょうか。そうですね、うん、まあ、お風呂に入るとかもそうだと思うんですけど、まあ、それこそアロマを楽しむ、はい、男性はね、なかなかこうディフューザーみたいなものを置いてアロマを楽しむってことは、まあ、少ないとは思うんですけど、まあ、最近だったらミストでシュッシュッとこうアロマの香りがスプレーで出るようなものもあるので、そういったものを夜リラックスタイムに嗅いで脳をダイレクトに癒してっていう風にこう習慣づけていくとかでもいいと思いますし、やり方はいろいろあると思います。結構こういろんな人によっても習慣はあるかもしれない。それもできてない方はちょっとうまく睡眠に付き合えないかもしれませんね。そうですね、うん、もうずっと活動モードというか、はい、脳が活動モードでさあ寝ようという時間に急になんか電源長押しでプツンって切るみたいな、うん、なんかそうじゃなくてやっぱりこう一個一個消していってシャットダウンみたいな感じでふーんとこう脳をリラックスモードがあって休ましていくっていうのをやっぱしてあげないと、なかなか睡眠だけでは疲れが取りきれなかったりするので、この、まあ、残暑といいますか夏が終わりかけてて、これから秋に入るっていうこのタイミングでこうリラックスをこう教え込んでいくというのはいいタイミングだと思います。過去のクライアントの方々で、はい、本人はリラックスタイムだって言ってるけど、はい、いやそれリラックスじゃないよみたいな、はい、そういうなんかこう習慣しちゃってた方とかっていらっしゃいますか。はい、まあ、いっぱいありますね。もちろんそれはその人にとってはリラックスなんですよ、うん、まあ、アニメを見るとかスマホで、うん、飛んで寝転がって、うん、あの時間が最高とか、うん、でもやっぱりこちらは突っ込みたいところがあったりするじゃないですかとか、やはりこう好きなアーティストの音楽を聴く、うんうん、それもその好きなアーティストっていうのが我々がいいと思うようなリラックス系のヒーリングミュージックのアーティストさんなんだったらいいですけど、バリバリのロックバンドとかでガンガンかけてそれがもう最高みたいな、いやそれはリラッ
ックスとはちょっと違うかなと。それはやっぱ楽しみというか、なのでちょっと質が違うかなとか、そんなのはいろいろありますね。興奮しちゃって気分良くなるのは気分転換にはいいけれど、眠りの前の時間としてはいいかっていうとちょっと違うとかありますもんね。まあ、リフレッシュという言葉とリラックスの違いをちゃんと分けないといけないと、うん、そうやってこう好きな音楽ガンガン激しいとかホラー映画とか絶叫マシンとか、うん、そういうと叫ぶとかってリフレッシュじゃないですか、はい、ギャーって叫んでることをリラックスとは言わないそうですね。なのでやっぱ睡眠の方はもうリラックスというゆったり緩やかなっていうところがあるかどうかってところですね。例えばどのような方法が具体的にこうリラックスとしておすすめできますか？自分でできることとしてはさっき言ったアロマを楽しむっていうのがやはり大脳を直接癒すことができるので、うん、そういったものを活用するとか、あとはねマインドフルネスって聞いたことある人多いかなと思うんですけど、はい、まあ、瞑想術ですね。呼吸瞑想というものをまあ推奨はしてますが、鼻から4秒かけて吸って4秒止めて口から8秒かけてふーっと吐くと。でこの時にまあ目を閉じて吸ってる息に意識を全集中させて、吐いてる息に意識を全集中させると、他のことを考えない。これを今日何食べようかな、昨日はラーメンやったしなみたいな考えながらやることって、もちろんやらないよりは全然いいんですけど、やっぱりより効果を高める、より脳をリラックスさせるためにはなるべくこう無になる。マインドフルネスってそういうね、こう無を作ることですから、そういったものを寝る前だけじゃなくてお昼ご飯食べた後に一回それをやるとか、夕方ぐらいにちょっと今日も一日頑張って疲れてきたなっていうタイミングでそれを一回やるとかして、脳の疲労を一日の中でちょくちょくこう休ませてあげるっていう風にしとくと、そのリラックスを練習になるし、過度な疲労が溜まりすぎなくて済むので、夜もスムーズに睡眠に入れるし、しっかり夜の睡眠で疲れが取り切れる体になったりとか、まあ、そういう呼吸瞑想というやり方が結構おすすめだったりしますね。あとはまあ人にやってもらうっていう意味では、それこそそういうセラピーを受けるっていうのが有効だと思いますので、私なんかであれば快眠ヘッドセラピーというもの、頭をほぐすような手技を提供してリラックスさせてあげる体を作るっていうサロンとかもやってますけど、まあ、今そういうねコンセプトのお店も増えてますし、まあ、そのサロンじゃなくても整体整骨院でもそうやってこう体をメンテナンスしてくれるところってありますから、そういったサービスを活用して体のメンテナンスをするっていう習慣も大事かなと思います。自分でも呼吸はすぐできそうですけどね。そうですね、はい、アロマだったり取り入れられそうですが、ちょっとこう自分の体をほぐすっていうのは、うん、ちょっとプロに任せてみるっていうのもいいかもしれませんね。そうですね、まあ、プロの手を借りるか、うん、そういうアイテムを活用するとかですね、うん、まあ、その上で寝るだけで体が緩むようなアイテムとか、うん、そういう呼吸がしやすい枕とか、うん、そういったものがいいんじゃないでしょうか。結構キーワードは呼吸になりそうでしょうかね。そうですね、質のいい睡眠をとるっていうところにおいては、うん、やはりスムーズな呼吸が一晩中取れているかどうかっていうのは非常に大事になってきます。それの逆を言うといわゆる無呼吸ですね、呼吸がスムーズではない状態を無呼吸という病気という扱いされる、その真逆ですから、スムーズな呼吸が朝までしっかり取れていることが睡眠にとっては非常に重要なことですので、呼吸がスムーズにできる練習をしておくとか、深く吸う練習をしておくということは睡眠にとってもいいことになります。この夏の疲労が表に出てきやすくなってくる時期に、はい、しっかりこう疲労を取っておかないと、こう秋とか冬になっていくについて考えられるこうリスクというか、はい、トラブルってありますかね。そうですね、ぼちぼち日中と夜の温度差がもうすごく開いてくると思うんですよ。もう9月も半ばとかなってきたらですね、はい、そうなるとやはりこの寒暖差で体調崩される方がとても多くて、はい、でまあ、自律神経のバランスも乱れやすい季節、まあ、季節の変わり目ってそういうことが起こりやすいと言われているので、うん、その時に自分の体の中が整っていないとまんまと崩されちゃうわけですよね、うん、なので夏バテとかでなんかこういまいちだなっていう状態でそのまま9月入ってその寒暖差を迎えて
崩れて冬になってどんどん睡眠が崩れていくっていう負のループに陥る前に、やはりこの9月で一旦リセットするためにリフレッシュというかこのリラックスの習慣をここらでつけていくと、有酸素運動とかを始めるにもいい季節だと思いますし、はい、さっきの呼吸瞑想とかでもいいですし、そういうセラピーを受けるっていうのもあんまり行ったことないんだったらちょっと行ってみようかなっていうので、うん、体にリラックスを教えてあげるのが適しているのが9月かなと思います。ありがとうございます。ちょうど9月3日がぐっすりっていう日なので深い呼吸ができた状態なのかなって今聞いてて思いました。なるほどグッスリーグッスリーっていう馬鹿にしてるわけではなくそういう意味もあるんじゃないかなって感じました。恥ずかしそうですね。ちょっと恥ずかしいということで、あの9月はちょっとこう変わり目になりますので、夏の疲れをしっかり取っておこうということでリラックスご提案というのを解説させていただきました、はい、今回もねありがとうございました。ありがとうございました。